おはこんりのハッピーディナーです。本日はファイナルファンタジーピクセルリマスターやっていきます。前回はですね、試練の城というところに行きました。こちらに行きまして、癒しの杖っていうね、あのヒールがかけられる便利なね杖とかあったんですけど、ここでね手に入れた大事なアイテムがありまして、それがネズミの尻尾というものになります。でこちらがね、なんかクラスチェンジすることができるっていう尻尾らしくて、勇気と力の証っていうことでですね、ちょっとワープのね謎解きというか、あの2択でどっちに進んでいくかなみたいなのを、ちょっとやってきたんですけど、でこれを持った状態で今回はドラゴンの洞窟何箇所かあるんですけど、ここにねちょっと来たので、ここに入っていこうかなと思います。で右下からここからやろうかな、ここから上に登っていくイメージでやりましょう。こんにちは、広い、行ってみます。あと宝箱1000ギル、1450ギル、55ギル、2750ギル。あ、敵が出ないのかな。あ、誰？勇気の印は真に、まことに勇気あるもののみが手にすることができるものだ。できたよ、でも。お金すごい入ってる。お金ありがとう。マジで感謝。エクスポーション。たら、ここはこれだけかな？次のね、一個上いきまーす。さっき行ったとこですね。こんにちは。はるか昔、ドラゴンと人間が共に生きた時代もあったのだが。ここ何にもないのかしら。何にもないところもあるんだね。隣の穴、あれ降りれないよ。あ、黄緑じゃないとダメなんだよな。ここ入ります。うん、ここは2つ扉がある。パカリ。おお、ドラゴンがいっぱいいる。この地に人間がやってくるとは珍しいこともあるものだ。もしお前たちが勇気あるものならば、竜王バハムートに会ってみるがよい。エリクサ。ガルディア諸島のドラゴンは無益な殺生将を望まぬのだ。好まぬのだか。ペンギル。コテージ。バハムートに会いに行くんだね。はるか昔、北の地には美しい神殿や機械仕掛けの城が数多くそびえ立っていたものだ。そう、はるか昔のことだ。一応教えてくれる。よいしょ。この穴が本物のあれなんだろうね。行ってみましょう。なんかここじゃない？ここじゃない？なんかクラスチェンジできそう。めちゃくちゃした。ドラゴンの洞窟地下2階。おおおおお、なんだなんだ。うん、こんにちは。ここは竜王バハムートの部屋。失礼のないようにな。うん、竜王バハムートはその心眼で真の誠の勇気を見抜くのだ。あ、これがバハムート。へえ、こんにちは。勇者と呼べる人間は久しくいなかったが、お前たちならば真の勇者と認めてもいいだろう。おお、やった。そう、ネズミの尻尾こそ勇気と力の証。さあ望むがよい。お前たちに勇者の称号を与えよう。やった。おお、キラキラキラー、すごい。見た目がすごい変わった。パワーアップ。わあ、すごい。
天使たちをクリスタルに祝福を。おお、これあれどうやって変えるんだっけな。あ、これで変えるんだ。天使、モンク、白馬、黒馬なんですけど、すごいね。あ、すごいよ。食のところがナイト、スーパーモンク、白馬同士、黒馬同士に変わってるねー。あれ、これ HP とか上がったのかな、確認するの忘れちゃったけど、なんか強くなったみたいです。あ、装備とかって、あ、え、なんかさ、前装備できなかったのは装備できる、ちょっとね、前から持ってたのかな、装備が変わるとか。魔導士の杖装備できるようになった。へえ、黒魔導士だからか。前黒魔術師だったもんね。白魔術師、黒魔術師。へえ、で、モンクとか戦士だったのに、スーパーモンクと戦士はナイトになった。これでね、ありがとうございました。ジョブチェンジでございます。やったー。一回戻ります。この下の真ん中下の穴でしたね。この1,2,3,4,5,6,6個あるうちの2個重なってるとこのやつでした。で、まだ見てないドラゴンのね、この洞窟をちょっとじゃあ見ていきましょう。ここは何にもない、何もなかった、何もないとこもあるね。ここはさっき見たから、あと一箇所かな。ここかな。よいしょ。あり。テントを手に入れた。馬刺しを恐れぬとはなかなか肝が据わっておる。下にあるみたいな。あり。エーテルドライ。エーテルドライ。金の針を、エーテルドライって何？MP を魔法レベルごとに5回回復する。へぇ。すごい。エーテルドライっていう。はい、ということでですね、今戻ってまいりました。ドラゴンの洞窟のアイテムが13分の13になったので、え、無事に宝箱を回収ということでですね。そして、こんな感じで、何ボタンだっけ、 R1 ボタンでこんな感じで見た目が変わるんですけれども、ジョブが変わりました。ナイト、スーパーモンク、白魔導士、黒魔導士になりました。そしてね、ドラゴンので、今洞窟でお金をさらに加え、蓄えましたので、かなり、お金集めをしなくても、ここでお金をゲットすることができるので、ギル、まだ足りない方は、一度ぜひここに寄って、そしてジョブをチェンジしていただけたらと思います。ということで、ちょっとまたまた、動画が短めになるんですけれども、ドラゴンの洞窟編にしたいなと思います。ね、こっからね、ちょっとパワーアップしていけるんじゃないかなと思いますので、次回もお楽しみに。ということで、この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。毎日ちょっとずつ短め動画として上がっていくかなと思うんですけども、ちょっとずつ終盤に向かっていると思いますので、引き続きよろしくお願いします。ではでは、エリノアでした。バイバイ。